手作りマスクの作り方。今回は阿蘇市の神保京子さんと本田沙織さんに教えていただきました。大人用マスク2つ分の材料です。表地柔らかい布、裏地ガーゼ布、どちらも30センチ四方をご準備ください。ゴムの代わりにストッキングを使います。用意するもの、型紙、チャコペン、裁ちばさみ、待ち針数本、縫い針、縫い糸。型紙はこちらの図を参考に厚紙などで作ってください。縦 12.5センチ、横 10.2センチで、これは大人用の大きさになります。布を半分に折り、折り目を手前に持ってきます。この時表面が中、裏面が外に来るようにご注意ください。型紙の A の部分が手前に来るように置き、チャコペンで型を取ります。動かないよう待ち針で留めましょう。裏地のガーゼ布も同じように型を取りましょう。型紙の線のおよそ1センチ外側を切っていきます。A の部分を縫います。表地と裏地を表面が中に来るように合わせ、さらに型紙の線を合わせながら待ち針で留めます。 B と C の部分を縫い合わせていきます。ひっくり返して縫い目を整えます。D の端切れを内側に折り込み、さらに裏地の面に1センチほど折り返し、待ち針で留めます。折り返した部分をまつり縫いしていきます。ストッキングを15センチほど切って引っ張り、ゴムの代わりに使います。ヘアピンなどで通して長さを調節したら出来上がりです。今回はタンスに眠っていた浴衣の生地で作りましたが、表地はハンカチなどでも作ることができます。それほど難しい作業はないので、ぜひ挑戦してみてください。